六重向き醸造工房六重向きは日本の焼酎のブランド名称である。青森県上北郡六ヶ所村に本社を置き、道村が出資する六ヶ所地域振興株式会社が製造している。長芋と麦麹を原料とする。たびたび山瀬に襲われる六ヶ所村では良質な米を、 生産することができず、様々に試行した結果、長芋の生産を手掛けるようになり、村の特産品となった。しかし北海道でも生産されるようになると、価格の下落などの問題が生じ、六ヶ所村では、長芋の生産調整を実施した。生産調整に伴い畑の隅に廃棄されていた、長芋を見て、当時九州電力から、日本原燃サービスに出向していた社員が焼酎を、 作ることを村役場に提案した。社員の紹介のもと、100年の孤独の他に、自然書焼酎、天荒脂肪の醸造を手掛けていた黒木本店にて、長芋焼酎の試作を始め、完成させた。当初は黒木本店の所在する宮崎県まで長芋を運び、生産していたが、人気が出るにつれ品薄になり、抽選で販売するまでになった。そのため、 技術移転を受け、電源散歩交付金を財源として6カ所村に観光施設を兼ねた醸造所、六尾もき醸造工房を建設し、同地で生産することとなった。現在では、六尾もき醸造工房での直売のほかに、インターネットでの抽選販売も行われている。また、青森県のアンテナショップやアマゾンでの販売もされている。 ABCD 広報6課所平成21年12月号、AB 広報6課所平成22年1月号、電源散歩交付金事業実績の概要。ありがとうございます。